スクリーンをセットするグレンデービスバスケットボールにおいて、スクリーンとは、相手プレイヤーと角の接触を起こすことなく、相手プレイヤーの希望する場所への動きを、遅らせたり、範囲を制限するプレーである。オフェンスの際に主に使われ、味方のプレイヤーにマッチアップしているディフェンダーの動きを、自らが場所を占有して、遅らせたり、範囲を制限し、味方プレイヤーが移動したい場所への動きを助けるプレーで、ある。 ディフェンスの際も、味方がディフェンスしている相手選手の動こうとする範囲を制限する助けをするためにセットすることがある。スクリーンをセットする選手をスクリーナーと呼ぶ。ボールポゼッションのあるプレイヤーもスクリーナーになり得、そのスクリーンを使って味方がディフェンダーを遅らせ、その後スクリーナーからパスを受けることもできる。ピックロールのピックとはスクリーンのことである。スクリーンとは、 角の接触を起こすことなく、相手のプレイヤーの希望する場所への動きを遅らせたり、制限する正当なプレーである。カーク・ハインリックのために、トニー・パーカーにスクリーンをセットする、トレバー・ブッカー罰則、上記、バイオレーションを起こした地点に、最も近いバウンダリーラインから、相手チームのスローインとなる。例えば、ポストプレイヤーにボールをパスし、そのプレイヤーが、 自分とマッチしているディフェンダーに対しスクリーナーとなるように位置を移動しつつボールを受け取ることによってよりフリーな状況へ持ち込むプレーがある。スクリーンを行う際には相手との不意の接触による怪我を防ぐために体を守る姿勢、行動が必要である。スクリーンの練習法としてはフォーメーションに基づいたセットプレーの練習になる。ありがとうございます。